ましょう。わかりました。ご一緒させていただきます。そうなのですか。あんなの虚勢ですよ。こうしてちょっとアルコールが入っただけでもう剥がれ落ちてしまう、本当に強い人が羨ましいです。ドクターは時々自分のプライドが邪魔になるってことありませんか。私、メイドであることのプライドって何なのかずっと考えてました。誇りを持って主人に仕えること、主人の望むものを与えること。でもそれは主人に守られてるからこそ持てる誇りだと思うのです。結局私たちメイドのプライドって主人と従者の二人で作られるものなんですね。どちらか一つだけでは成り立たない。主人がそれをなくせばメイドを奴隷としか見られなくなってしまう。メイドがそれをなくしたらただの職業メイドになってしまう。私がここでやってきたことって何だったのでしょう。私のプライドって職業メイドのプライドだったんでしょうか。それなら本当にご主人様と言える人が現れたら私は取り戻せるのですか。私が真に持ちたいプライドを。ドクター、試させてください。あなたが今の私のプライドを捨てさせるほどの人かどうかを。まだわかりません。これからですよ。これから。